英語学習の時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習ということで NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、英語学習しながら情報力もアップしていきましょう。今回は日本の経済に関するニュースですけれども、 GDP1 月9月期年率換算でなんとマイナス 2.9% 大きく落ち込んでしまっているというニュースを使いながら英語力アップ、情報力アップしていきたいと思います。まずニュース字幕ありで確認して概要内容を捉えていきましょう。次にニュース原稿をお手本の英語を真似しながら音読して、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力をアップしつつ音読しながら難しい単語の意味、そしてニュースの内容を確認していきたいと思います。次に字幕なしでもう一度このニュースを見て、英語のリスニングだけで理解できるのか、リスニング力アップしていきましょう。次に4番目、スピーチ練習。マイクロソフトのチャット機能を使ってスピーチ練習やっていきたいと思います。このニュースから、いろいろと情報、そして見ながら感じたことあると思いますので、それらを自分の英語で相手に伝える練習を、スピーチ練習ということで、話す練習していきたいと思います。このマイクロソフトのチャットを使うと、まるで外国人と英語でこのトピックについて話をしている感じで英語を話す機会得れますので、非常にいい英語のスピーキング練習になると思います。英研究家チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら、ぜひ迷わずチャンネル登録、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。 Let's get it started。 それではこの左側のニュースですね、 NHK ワールドニュース右側の原稿ありで見ていきたいと思います。原稿の先頭に読まれている部分、カーソルを合わせていきますので、言語が必要な方は参考にしてみてください。言語がなくても聞き取れそうだ、聞き取れるという方は左のニュースだけ見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。 Let's try to understand the outline of this news with English subtitles. Let's try it.Japan's economy weakened more than initially estimated in the July and September period, mainly due to declines in private consumption. The Cabinet Office on Friday said gross domestic product shrank an annualized 2.9% in the 3 months through September. That compares with an initial estimate for a 2.1% decline. A fall in private consumption was a key driver for the downward revision in GDP. Such spending fell 0.2% from the previous quarter in the latest data. This reflects slower sales of food and clothing. Private consumption accounts for more than half of Japan's GDP.さあどうでしょうか。字幕借りで見てみましたけれども、ニュースの内容ですね、聞き取れましたでしょうか。もともとはですね、年率換算で 2.1% ぐらい落ち込むかなって言われてやったものが、正式な発表ではですね、マイナス 2.9% に落ち込んでしまったということで、その原因はですね、コンスーマースペンディング、まあ、消費者のですね、支出というものが減ってきている、財布の紐が固くなっているということでしたね。さあ、それでは右側の原稿、次はですね、音読をしながら内容、難しい単語表現見ていきましょう。しっかりと英語を話す、音読することによって日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力もアップできますので、視聴者の皆さんもですね、声が出せる方はぜひ一緒に英語を話していきましょう。ではそれではこの部分ですね、まず音読していきましょう。できます。Japan's economy weakened more than initially estimated in July and September period.Mainly due to declines in the private consumption. ということで、この部分ですね。日本経済がさらに弱くなっている、事前に、予想されていたよりも7月から9月期でということで、主にですね、due to 理由ですけれども、declines in private consumption。まあ、個人の消費というものが decline、減ってきているということですね。ではここ行きましょう。The Cabinet Office on Friday said gross domestic product shrunk and analyzed 2.9% in the 3 months through September. ということで、Cabinet Office、日本の内閣府ですけれども、金曜日に発表したことによると、gross domestic product、GDP ですね。日本経済の規模を示す GDP ですけれども、shrunk、まあ、縮んだ、縮小してしまったということで、annualized、年間マイナス 2.9%と9月までの3ヶ月間ということで、7、8、9ですね。
まあ、夏、お盆休みとかですね、結構出かけたりする、まあ、そういう時期にも個人消費が振るわずにですね、マイナス 2.9%。なかなかやばい数字だと思いますよね。それでは次、ここですね。難しい単語表現見ていきましょう。initially というのは、もともと、当初っていうんですね。この Google 自動翻訳の音声入力機能を使うとですね、自分の発音がしっかりと通じるかどうかチェックできますので、このマイクのアイコン、音声入力による翻訳ボタンを押してですね、音声で入力してくださいというときに、initially というと、しっかりと発音通じていれば聞き取ってくれます。ではやってみましょう。initially。こんな感じですね。initially 最初、initially、そしてこのボタンを押すとですね、Google の正しい発音も消えます。initially、initially 覚えておきましょう。この Google 自動翻訳機能も非常に役立つと思います。例えばですね、この initially を使って短い文章を作ってですね、英語で話す、そして聞いてみる。自分の発音が正しければですね、しっかりと聞き取ってくれますね。例えばこんな感じですね、initially を使って。Japanese annualized GDP from July to September was initially minus 2.1%, but actual figure is minus 2.9%. Japanese annualized GDP from July to September was initially minus 2.1%, but actual figure is minus 2.9%. こんな感じで、文章を話すとしっかりと通じているとこんな感じで正しく文章を文字として表示してくれます。Initially 当初はですね、覚えておきましょう。では次ですね、見ていきたいと思います。次の単語ですね。Mainly due to 主に何々が原因でですね。mainly due to declines in private consumption. 個々人の消費が decline. 低下した、減ったということですね。やはりですね、インフレ、物の値段がどんどん高くなっている割に給料が上がっていないので、じゃあもう消費を少なくするしかない。お財布の紐を締めるしかないっていうことがですね、こう出てきてるんではないでしょうか。それでは次ですね。annualized。これは年率で。年間で 2.9% GDP がマイナスになっているということですね。さあでは次ですね。この部分を音読をしながら内容を捉えていきましょう。That compares with the initial estimate for a 2.1% decline. A fall in private consumption was the key driver for the downward revision in the GDP. Such spending fell 0.2% from the previous quarter in the latest data. ということで。この部分ですけども、これ、今回正式に発表されたマイナス 2.9% 年率換算の GDP というのは、元々の見積もりの 2.1% よりもデクラインですね。減っているということで、a fall in private consumption。個々人の消費が減っているというのが、主なですね、今回 GDP を downward、下降修正した理由だ。ということで、such spending, このような個人消費というものは、前のデータからですね、最新のデータでは 0.2% 減っているということで、まあ私も含めてですね、個人個人、日本に住んでいる消費者がですね、まあ財布の紐を締めて、お金を使わなくなってきているというのが見えてるわけですね。じゃあその理由は何かっていうと、やっぱり給料がですね、そんなに上がらないのに、物価が高くなっている。生活が苦しい。ということではないでしょうか。さあでは次ですね。ここ、単語表現ですけども。特にですね、難しい。a fall というのは落ち込みですね。落ちることですね。fall。a fall in private consumption ということで、個人消費の落ち込みは、key driver。主な原因、原動力になっている。ということですね。何の原動力になっているかというと、この GDP が downward revision、下降修正された原因になっているということですね。それでは最後見ていきましょう。音読ですね、まず。This reflects slower sales of food and clothes. Private consumption accounts for more than half of Japan's GDP ということで、
今回のこの、数字ですけれども、reflect ということで、ま、何々を反映しているということで、じゃあ何が売れなかったのかというとですね、food and clothes ということで、食べ物やですね、医療品というものが、slower sale、なかなか売れなかったということですね。そして、この private consumption、私たち消費者の、消費というものが、この日本の GDP のですね、more than half、半分以上を占めている、accounts for、占めているということで、まあ、私たちがお金を使わなくなるとですね、まあ、大きく GDP に影響するということです。まあ、ただし、今日本の社会見るとですね、少子高齢化、まあ、高齢な方がどんどん増えていますね。やっぱりお金を使うのは若い人、中間層っていう人がどんどん使いますけれども、やはり日本の人口ピラミッドを見てもですね、少子高齢化で、まあ、消費力というのがですね、落ち込んできているのは間違いないだろうなと思います。それではここ、見ていきましょう。単語表現。reflect というのは反映するというんですね。そして、account for で占めるということです。private consumption account for more than half Japanese GDP ということで、この個人消費というものが日本の GDP 全体の more than half、半分以上 account for 占めているということですね。では、account for 使ってですね、しっかりと文章にして覚えてみましょう。この Google 自動翻訳、もう一度使いたいと思います。Japanese private consumption accounts for more than half of Japanese total GDP. こんな感じですね。Japanese private consumption accounts for more than half of Japanese total GDP. accounts for ですね。何々を占めるという意味です。さあ、どうでしょうか。まあ、景気のニュースでしたけども、日本の経済ですけれども、日銀がですね、超低金利のですね、Easy Monetary Policy、金融緩和策を過去25年ですね、続けてもなかなか日本の経済が成長してこない。私たち一般市民のお給料もなかなか上がらない。そんな中でインフレだけは進んでいくという、なんか、本当に悲しくなるようなですね、こういう経済ニュースですけれども、いかがだったでしょうか？内容捉えられましたでしょうか？それではですね、次は3番目。もう一度字幕なしでこのニュース見てみましょう。今度は英語のリスニングだけで聞き取れるのかどうか、学習した単語表現しっかりとですね、振り返りながら見ていきたいと思います。それでは、Let's try to understand this news better this time, only listening English without English subtitles. Let's try it.Japan's economy weakened more than initially estimated in the July and September period, mainly due to declines in private consumption. The Cabinet Office on Friday said gross domestic product shrank an annualized 2.9% in the 3 months through September. That compares with an initial estimate for a 2.1% decline. A fall in private consumption was a key driver for the downward revision in GDP. Such spending fell 0.2% from the previous quarter in the latest data. This reflects slower sales of food and clothing. Private consumption accounts for more than half of Japan's GDP.どうだったでしょうか？聞き取れましたでしょうか？字幕なしでしたけれども、日本の GDP ですね。年率換算で、前の予想のマイナス 2.1% から 2.9% まで落ち込んだということで、まあ、その主な要因はですね、プライベートコンサンプションということで、まあ、個人消費がですね、みんなが買い物をあまりしなくなったということですね。さあ、では次は、このニュースをですね、題材にしてスピーチ練習やっていきたいと思います。マイクロソフトのチャットを使うことによって外国人と英語で、この話題について話しているような感じで会話をすることができますので、英語を話す機会を増やしてですね、日本人が苦手と言われている英語で自分の思いや情報を伝える力、どんどん伸ばしていく練習になるんじゃないかなと思います。そしてこの話す練習しておかないとですね、例えば検定試験の英検1級の二次面談試験、1分間で一つのテーマを選んで内容を考えて、なんと2分間ですね、英語でそのテーマについて面接官に英語でプレゼンをするというハードルの高い試験がありますので、日頃からやはりですね、こう思ったこととか得た情報を自分の英語でアウトプットする
非常に大切だと思います。さあ、ではどのように練習するかですね、今から、デモンストレーションしたいと思いますので、視聴者の皆様ぜひ参考にしていただいて練習してみてください。で、使うのはですね、今画面に映ったこのチャットですね、 Microsoft Bing のチャット使っていきたいと思います。今画面に出ましたけれども、これ言語をですね変更できるので、英語に言語を変更しています。なぜかというと、英語でスピーチするので、言語を英語にしておかないと自分の英語を正しく聞き取ってくれないからですね。これこのボタン Use Microphone というボタンを押して英語で話しかけると、しっかりと聞き取って、ここに話した英語文字に起こしてくれます。そして話したことについて、今度はチャットがですね、関連情報とか話したことについて返してくれますので、まるで外国人の友達と英語で話しているような感覚で、しっかりと英語を話す機会作っていくことができます。そしてもう一つ素晴らしいのはですね、話した内容について関連する情報も、生成 AI 搭載していますので、関連する情報のウェブリンクであったりとかですね、他の情報もどんどん出してくれます。ですから、まあ、情報力もアップしますし、返ってくる英語の中にですね、新しい単語や表現というものもありますので、これを継続して行うことによって、しっかりとスピーキング力もアップしてですね、情報力もアップ、単語表現力もアップできて、英語の総合力どんどん高まっていくと思います。さあ、それではですね、どんな感じでやるのか今からデモンストレーションしたいと思います。まあ、これチャットですけれども、 お友達と話しているようにですね、まあ、英語で話しかけて、NHK のニュースを見たですね、そして得た情報、こんなニュースだったよということを英語で話してみたいと思います。では行ってみましょう。 Let's try to express my feelings and information I got from this NHK World News by my own English. Let's try it. Hi Bing, good morning.I just checked latest news related to the Japanese economy on NHK World. I'd like to share what topic is it with you in English, because this is a kind of my practice to improve my English speaking ability. Is it okay? こんな感じで英語で話すとですね。Good morning.Of course, I'm happy to help you practice your English. Please feel free to share the topic with me. By the way, I noticed that you mentioned you were watching NHK World. If you're interested in keeping up with the latest news on the Japanese economy, you might find the Financial Times article on the topic informative. The article covers a range of topics, including the latest developments in the Japanese economy, the yen's performance, and the art market. I hope this helps.Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. こんな感じでですね、会話するように英語を話せる。まあ、ここは私が話した英語ですけども、being ということで、おはようということで、NHK で最新の経済に関するニュース見たんだよね。そのトピック英語で、まあ、シェアしたい。なぜならですね、英語を話す練習してるからいいかなということで話すと、いいですよ、おはようということで話して、ということとともにですね、もし日本の経済、そういう記事に関連、興味があるんだったら、日本経済について、このファイナンシャルタイムズですね、ファイナンシャルタイムズの記事もあるよということで、まあ、紹介をしてくれていて、ここにカーソルを合わせてですね、このリンクに飛んでいけるという感じですね。これをクリックすると、ファイナンシャルタイムズ、ジャパニーズエコノミーということで、まあ、日本の経済についてですね、特集が組まれている。ということですね。December 8th, 2023ということで、2023年の12月8日。まあ、非常に新しいニュースで、Shrinking Economy in Japan Cast Doubt on BOJ Rate Raise Bets ということで、これ何が言われているかというとですね、日本の縮小する経済っていうのは BOJ、日本銀行が金利を上げるかもしれないという可能性に Doubt、疑問を投げかけているということですね。もし、BOJ がですね、金利を上げると、経済をさらに冷やし込む、冷
冷やしてしまう可能性がある。お金が借りにくくなりますから、そうなるとさらに日本経済が弱くなっていくので、この下に映っているこの植田総裁ですね。非常に悩ましいということですね。なかなか超低金利、金融緩和策から抜け出せない。それをやめてしまうと一気に日本経済を冷やしてしまうかもしれないという記事ですね、これ。まあ、こんな感じで、関連のところに飛んでくれるっていうんですね。では次はですね、具体的に、NHK ワールドから得た、もともとは、7月から9月期マイナス 2.1% と予想されていたけれども、実際はですね、マイナス 2.9% にまで落ち込んでいて、主な原因は、コンシューマースペンディング、プライベートコンシューマースペンディング、個人消費がまあ落ち込んでいるということだったということですね。そしてここからはですね、まあ、7月から9月っていうと、サマーホリデーもあって、お金を使う機会結構多い。出費が増える時なのに、これだけ落ち込むっていうのは、日本経済にとって大きな意味があると思う。ということとですね。やはりなぜ、人々がお金を使わないかというと、インフレは起こってるけれども、給料がなかなか上がってないからだろう。という自分の思いをですね、英語で、話してみたいと思います。では行ってみましょう。Thank you very much for your additional and valuable information. According to the NHK World News I just watched is GDP figure between July to September was initially estimated minus 2.1%. But actual figure released yesterday was minus 2.9%. According to that news, the main reason isDecline in private consumption. From here is my personal opinion. The period July to September is a summertime, and we Japanese have a summer vacation. So opportunity to spend money seems like big, huge opportunities for Japanese people. However, actual figure annualized minus 2.9% GDPis a big problem for Japanese economy, I feel. And what I would like to say is, the reason why private consumption is declining right now is, one is inflation in Japan, and another one is our wage. Even though Japanese government tried to increase wage, but I thinkIt is not realized. That's why only choice for us, I mean, each consumers is try to save money, tighten our wallet string. That is what I feel. こんな感じで、スピーチ、英語でしてみました。そうするとですね、ビンがまた返してくるんですね。少し間がありますけれども。Thank you for sharing your thoughts and the latest news on the Japanese economy with me. It's great to see you practicing your English skills. As you mentioned, the GDP figure for the period between July to September was initially estimated to be 2.1%, but the actual figure released yesterday was minus 2.9%. This is a significant decline and could have a negative impact on the Japanese economy.You also mentioned that the decline in private consumption is one of the main reasons for this decline. You attributed this to inflation in Japan and the lack of wage increases. According to the Trading Economics website, the annual inflation rate in Japan rose to 3.3% in October 2023 from 3% in the prior month. This could be one of the reasons why private consumption is declining. Regarding wage increases, there have been some recent positive developments.According to Trading Economics, average cash earnings in Japan increased by 1.2% year-on-year in September 2023, accelerating from a 0.8% rise in August. However, as you mentioned, there is still a long way to go in terms of increasing wages and improving the overall economic situation in Japan. I hope this information is helpful. Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with.こんな感じでですね、スピーチに対して、まあ、関連するスピーチを返してくれるということで、
まあ、この上の部分は私がスピーチした要約みたいな感じですけども、このあたりですね、まあ、他のこんなデータもあるということで、Trading Economics というウェブサイトによると、日本のインフレーションですね、年間のインフレっていうのは、2023年の10月時点で 3.3% まで上がってきているということですね。物の値段がどん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 上がってきている。こういうデータがあるということですね。そして、私たちがもらっている賃金についてですね、この Trading Economics というところのデータによると、1.2% イヤオンイヤ年率換算で2023年の9月時点で 1.2% 上がっているということですね。これ 1.2% 給料が平均に上がっているということですけれども、上、インフレを見るとですね、3.3% ですから、ここに 2.1% ギャップがあるということで、やはりこのギャップを埋めるために、人々がですね、節約をしているんだろうなっていうのが非常にわかりやすいと思います。もしですね、このインフレ率よりも給料のアップ率の方が多いと、みんなに余裕ができてですね、もっと物を買おう、贅沢しようとなりますけれども、インフレの方がですね、インフレの伸び率の方がこのように高いと、どうしてもこういうふうに GDP に影響が出てくる、個人消費が落ち込むということですね。ではもう少し踏み込んでですね、日銀ですね、日本銀行が、超低金利ですね、超低金利政策、そして超金融緩和をやめようという動きがあると市場では言われているけれども、このデータを見るとできないんじゃないかと。なぜならばですね、この超低金利、超金融緩和策をやめると、景気に、日本景気に悪影響を及ぼすと言われていますから、さらに日本経済が縮小していくんではないかと私は思うので、これをですね、瓶に向かって英語で話してみたいと思います。では行ってみましょう。Thank you very much for being your valuable information.I'd like to mention about Japanese economy under the policy by BOJ, Bank of Japan. According to other news source, now BOJ is trying to end its super easy monetary policy, that means try to raise interest rate. But according to latest GDP figure from July to September, I feel it is very difficult for BOJto implement new policy that is exit from super monetary easing policy and raise interest rate. Because in general, if interest rate is going up, it would cool down Japanese economy. So actually we are seeing latest GDP data, which is minus 2.9% between July to September. IfBOJ changed the policy to raising interest rate. It is very easy for us to what happened in the next about Japanese economy. What do you think about this point? こんな感じで BOJ 金利上げれないんじゃないか。金利を上げると日本経済冷やしてしまう。すでに冷えてる GDP データが出ているということで、英語で話しました。 Thank you for sharing your thoughts on the Japanese economy and the Bank of Japan's monetary policy with me. It's great to see you practicing your English skills. As you mentioned, the Bank of Japan, BOJ, is trying to end its super easy monetary policy and raise interest rates. However, as you also pointed out, raising interest rates could have a cooling effect on the Japanese economy. According to the World Economic Forum,Higher interest rates can increase the cost of borrowing, reduce disposable income, and limit the growth in consumer spending. This could lead to a reduction in spending and employment by households and businesses. Regarding the latest GDP figure from July to September, which showed a decline of minus 2.9%, it is difficult to predict what will happen next in the Japanese economy. However, it is clear that the BOJ faces a difficult decision in terms of balancing the need to end its super easy monetary policy with the potential negative impact of raising interest rates on the economy. It's important to note that the BOJ's monetary policy is aimed at achieving price stability and contributing to the sound development of the national economy. The BOJ manipulates interest rates for the purpose of currency and monetary control using operational instruments such as money market operations.
The BOJ's monetary policy is decided by the Policy Board at Monetary Policy Meetings, MPMs. I hope this information is helpful. Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. こんな感じでですね、スピーチを返してくれましたけれども、練習してるね、いいねっていう感じで、この部分ですね。確かに、あなたが言ったように金利を上げるとですね、cooling effect on Japanese economy、日本の経済に冷やすという影響があるということですね。そして、according to World Economic Forum、World Economic Forum によると、higher interest rate、高い利率というのは、increase the cost of borrowing。まあ、お金を借りた時にですね、非常に高いコストになるということですね。利子が高いので、利子をたくさん払わなければいけない。そして、disposable income というのは、まあ、使えるお金って感じですね。例えば、金利が上がるとどうなるか、日本経済で言うと、まあ、住宅ローンが上がったりとかですね。まあ、カードで買い物した時のその利子も上がったり、すべてが上がっていくので、どんどん経済をですね、減らしてしまうということですよね。そして、limit the growth in consumer spending ということで、個人消費の成長にも、まあ、limit、まあ、制限をもたらすことになるということで、まあ、金利を上げるとですね、経済を冷やしてしまうということですよね。ですから、バンクオブジャパン、この日銀総裁の植田総裁がですね、今、出口戦略を模索していると市場で言われて、為替もですね、大きく動いたりしてますけれども、私はですね、懐疑的ですよね。この状況で、金利を引き上げる。そしてですね、超、ゆるゆるの金融政策ですね。超、お金を市場にジョブ今流してでもこの状況ですから、それをやめてしまうと日本経済どうなるのかな。怖くてできないんじゃないかなと思ってしまうんですね、個人的には。というようなことを返してくれました。そしてここですね。However, ということで、BOJ faces a difficult issue in terms of balancing the need ということで、日銀、植田総裁率いる日銀ですけども、非常に難しい舵取り、決定をすることになるだろうということですね。まあ、こんな感じで、このですね、Microsoft のチャットを使うと、英語を話す外国人の方とあるトピックについて、まあ、こんな感じでディスカッションしている、意見交換をしているというような感じで、英語を話す練習ができます。あと一つですね、keep in mind、覚えておかなければいけないのですね。こういった情報。インターネット上にはですね、fake news、fake information、間違った情報もまあ入っていると言われてますので、しっかりとですね、すべて鵜呑みにするんではなくて、本当に正しいのかなっていうのはですね、しっかりとこういうリンク先を見に行って、さらにですね、英語の記事を読み込むとかですね、どんどん自分で情報を取りに行く必要があるかなと思います。Thank you very much for your time to chat with me in English. It was a very fun time for me, and I hope my English ability is improved little by little by this kind of practice speaking in English. Because I believe Japanese people need this kind of speaking practice to improve our speaking ability. Thank you.最後こんな感じですね。時間ありがとうということで、いい練習ができました。英語話すの上手になったと思う。You're welcome. I'm glad to hear that you enjoyed our conversation and found it helpful for practicing your English skills. It's great to see you taking the initiative to improve your language abilities. As you mentioned, many Japanese people need speaking practice to improve their English skills. There are many resources available online that can help with this, such as language exchange platforms, conversation meetup groups,language schools, online language communities, and apps with speaking practice features. These resources can provide opportunities to connect with native English speakers for language practice, engage in conversation practice, and improve your overall language proficiency. I hope this information is helpful. Let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with. こんな感じで。時間ありがとうに対してですね。そうだね、日本人の人、英語の話す練習しないといけないねっていうことで、ここにですね。There are many resources available online that can help with you, such a language exchange platform ということで、まあ、Bing だけ、チャットだけじゃなくてですね、こういうのもあるよということで紹介してくれました。このところ行くと、英語話す機会あるよ。
10 effective ways to get Japanese speaking practice, even if you study by yourself. これ日本語の練習サイトですね。How to practice speaking Japanese by yourself ですから、やっぱりシャドーイングとかですね。まあ、日本語、英語、フランス語、どの言語もやっぱりですね、話せるシャドーイングっていうのは結構ですね、大事ですね。まあ、こんな感じで、このですね、Microsoft のチャットを使うと、英語を話す機会得れると思うので、非常にいいと思います。まあ、お友達を、英語を話すお友達を作ったりですね、英会話学校に行くというのも非常にいいと思いますけれども、どうしてもコストがかかったりですね、スケジュール調整しないといけませんけれども、このマイクロソフトだとですね、好きな時に、いつでも今デモンストレーションしたように、自分で英語を話して、それにチャットが返してくれるということで、まるで英語で会話しているような感じで、スピーキングの練習できますので、非常におすすめです。視聴者の皆さんもぜひやってみてください。いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースの英語学習、NHK ワールドニュースを使って日本経済の状況を知りながらですね、語力アップしてみました。年率換算でですね、7月9月期の GDP がなんとマイナス 2.9% まで落ち込んでいる、私も含めて消費者のですね、財布の紐が固くなっているということで、私はですね、原因は給料がそんなに伸びずに、インフレだけがどんどん伸びていくというこのギャップにあるんだろうな、それを埋めるために節約志向になっているんだろうなと感じました。皆さんはこのニュースを見てどんなことを感じ、どんな情報を得ましたでしょうか。引き続き英研究家事チャンネルに情報力アップ、そして英語力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、いいなと思ったら迷わずチャンネル登録、高評価ボタンのクリックよろしくお願いします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Thank you so much for watching my video till the end. I hope we could learn a lot of important information from this NHK World News, as well as improving our English skills, such as new English vocabularies and expressions. If you think that my channel is good for you to improve your English skills, please subscribe my channels, Aiken Ikkyu Kaji Channel, and give me a good evaluation button. Thank you for watching. Have a good day. Stay healthy and goodbye.